蛇口を開いて水を飲む。東京水道は安全で美味しい高品質な水の提供に力を入れています。通常の浄水処理に高度浄水処理としてオゾンと生物活性炭の力を加えることにより水をさらに安全で美味しくすることができます。オゾン処理ではカビ臭の元となる物質などの有機物をオゾンの強力な酸化力で分解、生物活性炭吸着処理では有機物やアンモニアを活性炭の吸着作用と微生物の分解作用を合わせて処理しています。平成25年10月から利根川水系のすべての浄水場でこの高度浄水処理を実施し、おいしい水の供給を行っています。東京都水道局はおいしさに関する水質目標を独自に定めています。東京高度品質プログラムの充実を図り、国の水質基準よりも高いレベルを設定することによって水道水の品質向上をより一層追求しています。残留塩素については都内131箇所の自動水質計器で常時監視し、その濃度が適切な値になるように管理しています。水道水を各地域へ送る拠点である給水所に塩素を注入できる設備を整備しています。これにより浄水場で注入する塩素の量を減らすなど、さまざまな対策を行っています。安全でおいしい高品質な水をお届けするために、直結給水方式への切り替え促進を積極的に行っています。従来の貯水槽方式に比べ貯水時の水質劣化はなく、省エネルギーで貯水槽のメンテナンスも不要です。小中学校の水飲み栓を直結給水方式へ切り替える工事をモデル事業として行っています。平成27年度から水道局職員などの診断員が直接お客様宅を訪問する東京水道安心診断を実施しています。すべてのお客様宅を訪問し、簡易漏水調査や簡易水質調査を行った上で、診断結果の説明や局の取り組みの紹介、アンケート調査などを行っています。お客様に高品質の水道を実感していただくとともに、お客様のご意見ご要望を伺い、水道局の事業に反映させる取り組みです。